恵子ちゃん来た。警視庁からの手紙か。うん。いや今日も寝かったな。もう1ヶ月も待ってるんだけど、ダメだったのかな。心配すんな、必ず食ってよ。じゃあ。先輩どうした、まだ3000人待ったんだってね、応募。ええ、150人の定員に3000人ですもの。やっぱりダメだったのかな。恵子、ダメだよ、黙って出ちゃ。はい、じゃあ失礼します。もう諦めなさい、婦人警官なんかお前には向かないんだから。いつまでもね、アルバイトみたいな甘い気持ちでおると、不合格だった時に本採用にしてもらえんとよ。分かっちょるって。ありがとうございました。ギャね、稽古は。あ、疲れた。お願い、勝って。ん？ダメダメ。お願い。いいから。でもいいよね、怒っても。うん、何を嬉しそうな顔して。いやね、若い娘を一人で東京にやるのは心配やから。おい、おるか。ああ、兄さん、いらっしゃい。どうした、通知は来たとか。まだ。うん、農協で事務員募集しとったからな、組合長に頼んどいてやったからな。ああ、やだ、農協なんて。苦い嫌か。お前が東京へ行ったらお母さんたった一人になるんだぞ。少しは考えてやらねえ。どうじゃろう、あ、お前のお父さんが殉職してからっちゅうものは、お母さん、お前の大きくなることだけが楽しみでやってきたんじゃなかかね。ここで働いて、ここで結婚して、少しはおふくろさんに恩返ししてやらんと。どうじゃろう、遅いか。わしは別に不利なことは言わんかったはずじゃがな。何が？うん？駐在が調べに来たんじゃ。なんて言ったの、おじさん。正直で正義感の強かおなごじゃ。じゃっどんちょっと運動神経の鈍かとかがあるが、ああ似たようなすぐおなごじゃ言うといた。運動神経が鈍いは余計じゃなかかね。余計って本当のことじゃろうか。それだわ、もうダメだよ絶対、不合格。あ、稽古、ちょっと待ち。しょうがないね、まったく。農協の方よろしくお願いしますよ。恵子ちゃん、
警視庁人事第二課募集係。わっ、ほら開けてごらん。開けて。あなたは夏季に実施した採用試験に合格、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 合格だ、お父さん、合格ね、ジェコ、やっとお母さん、合格したのよ。東京に遊びに行くんじゃないんや、巡査になりに行くんやからね。はい、分かっとるね。はい、これを持ってきなさい。お父さんがいつもつけてたお守り。お父さんがいつも自分と一緒にいる、そう思って頑張りなさい。はい。来る頃ですので、泉恵子の前途を祝し万歳を参照させていただきます。よかって恥ずかしかか。何を言うとるか、花の東京の婦人警察官じゃなかか。胸を張らんか胸を。はい、泉恵子万歳、万歳、万歳、万歳。泉恵子巡査はただいまより東京に向かい出発いたします。皆様お見送りありがとうございました。東京に行ったら必ず手紙をこせ。おいが母ちゃんに渡したらね。はい。あ、来ました。お茶は列車の中でね。いつでな。はい。手紙よこすんだぞ。お父さん、稽古をとうとう行っちゃいました。よろしくお願いしますね。
でしょうか。君どこから来たの？田舎どこ？待ちなさい、ちょっと話しよう。来なさい。来なさい。ちょっと待ちなさい。相手が悪かったわね。私は警視庁の泉巡査です。巡査？今さら驚いたって仕方がないわ。君、失礼します。私、今日警察学校に入校する泉恵子巡査です。ああ、ご苦労様。実はこの男、私を家出娘と間違えたんだと思います。この目は今までに何人もの若い子を毒牙にかけていると思われます。なるほど、毒牙ですか。はい、ぜひ取り調べていただきたいと思います。私は入校時間が迫っておりますので、これで失礼します。ちょっと開けない。おはよう。おはようございます。おはよう。じゃあ頼んだね。私がいない間、時々こいつ走らせといてよ。傷つけんじゃないよ。バイバイ。なんだあいつら。ちょっと待て。何よおじさん。じゃないのよ。おじさん、おじさんとはなんだ。俺はここの教授石川だ。83期緑川陽子、失礼しました。免許証。はい。なんてやつだ、入校の日に交通違反か。それになんていう格好してるんだ。それが婦人警官になろうという人間の格好か。石川教授、時間ですが。全員揃ったか。いえ、まだ一人。なりました。83期泉恵子です。よろしくお願いします。いつもどんな時でも5分前に行動、常に余裕を持って行動すること、それが警察官の最低原則だ。はい。返事は？あ、はい。調子のいいやつだ。ほら先輩、矢吹。おい、来ないのかと思ったぞ。人に教える柄じゃないんですが、先輩に辞令をもらったんじゃ断るわけにはいきませんから。何言ってるんだ。よく来た、よく来た。いや、なんと知り合いか。ええ、ちょっと。さあ行きます。5分前行動。すいません、今の矢吹って人、教官の方ですか？そうですよ。ああ、心配はしてしまった。どうしたの？時間に間違えて警察に引き渡してしまった。最高じゃん。死後は現金。はい、はい。一日も早く市民に愛される立派な婦人警察官になるよう努力していただきたい。さて、これからの1週間は仮入校期間ということになります。正式の採用は1週間諸君の適性を見た上で判断します。仮入校制度について石川元彦先生から説明していただく。石川です。入校おめでとう。質問があります。よろしいでしょうか？何かね。
確か警視庁人事課から送られてきた通知には警視庁巡査として採用する、そう書かれてあったはずです。仮入校のことについては何も記載されておりませんでした。私はスチュワーデスも合格していたのですが、 SP に憧れてこの道をセレクトしました。もし1週間の仮入校で不適格と判断されますと、私のライフプランは大幅に違ってくることになります。仮入校が不満の者は直ちにここから帰宅しても構わない。甘い夢や憧れだけで婦人警官になれると思うな。1000万の都民の治安を預かる側に立つには、まず己をビシビシ鍛えなければならない。我々は6ヶ月間君たちを教育する。その6ヶ月間についてこれるかどうか、この仮入校の1週間はその期間だ。ついてこれない者はやめろ、いや、やめてもらう。続いて業務の山野茂子巡査部長から君たちの生活の注意事項を説明していただく。山野さん。山野です。私は昭和21年募集の婦人警察官です。皇太子殿下ご成婚の際には美智子妃殿下のおそばで警護をいたしました。そのお話はまた後で。はい、わかりました。ではまず事務的なことから申し上げます。服装は校内では校内服か制服を着用、私服の場合にも色柄デザイン全てシンプルで清潔感のあるものを心がけること。あ、彼女のように質素で素朴な服装が望ましいですね。ただし髪が長すぎます、短く切りなさい。髪が襟につかないこと、ショートカットにして緩くパーマをかけてください。前髪は眉が出ること、サイドは耳が半分出ることが原則。マニキュア、アイメイクは禁止です。あの泉恵子さん、質問があるときは質問がありますと言って発言。いえ、いいんです。質問があります。はい。立派な婦人警官になることと髪の長さは関係ないと思います。嫌ならやめていただいて結構です。何でもすぐにやめろとおっしゃるのではなく、説明していただきたいと思います。婦人警官になるためにはたくさんの規則があります。長い髪はダメ、それは規則です。一例で申し上げましょうね。例えば泥棒と遭遇して格闘になったとします。長ければこうやって髪をつかまれたり、こうやって締められることがあります。だから短くカットしろと言うんです。似合います？よくお似合いですよ。森下秀美さんです。この部屋の組長をやってもらいます。組長？班長です。ヤクザみたいですね。まるでヤクザが私たちの真似をしてるんです。上司や先輩の命令には絶対服従です。組長の命令にも服従なんですか？そうです。嫌です。私この手のタイプ大嫌いなんです。嫌ならやめなさい。まるで軍隊じゃん。暴走族にだってもっと対話はあるもんね。帰ったらさ、うちのみんなびっくりすると思うけど、バレーボールで実業団からも誘われてたの蹴って選んだし、給料もらえしさ。でもはっきり言ってて失望した。緑川陽子巡査はただいまから帰宅します。ちょっと待って。何よ。教官、組長の選考基準を教えていただきたいと思います。試験の成績です。森下さんはトップでした。わかりました。緑川さん、成績で決めるんですって。こちとら江戸っ子だい。冗談じゃないよ。一週間だけいればいいじゃない。どうせ仮入校で終わりかもしれないし。ちょっと来なよ、緑川さん。森下さん、
ちょっときついわ。そうかしら。成績はトップかもしれないけど、成績だけでいい婦人警官になれるんだったら何の苦労もいらないでしょ。そうよ。どこの高校でか知らないけどさ、私東京女子大中退ですけど。うるさいな、偉そうに。緑川さんも言葉がきついわ。婦人警官は市民に愛されることが一番大事なことでしょ。それをそんな言葉遣いしていたら憎まれこそすれ。いいよ、もうやめるんだから。緑川さん、お母さん泣きますよ。うちは兄ちゃんだけだけど、金沢駅で大女かれて、みんなそうでしょ。家族の期待を一身に背負ってこの学校に来たのと違う。今帰ったらダメ、泣くわ。お父さんもお母さんも。あと1週間ここで頑張って。どうするの、緑川さん。います。大西さん、あなたはきっといい父兄になれるわ。ありがとうございます、頑張ります。髪が長いわね、早く切りなさい。私物の整理が済んだら速やかに校内服に着替えなさい。いいわね。はい、はい。本当に切らないとダメなのかな。私小さい時から髪が薄くて、よく男の子に間違えられて、だから一度も短くしたことないの。規則だからしょうがないじゃないの。契約だって割り切ればいいのよ。あんた本当に日本人なの？江戸っ子よ、私。うちは代々江戸時代から銀座に住んでるわ。変な江戸っ子。あなた下町でしょう。私のうちはね、元家族なの。男爵。へえ、男爵芋。道理でパサパサしてると思った。芋って何？芋は芋よ。